疲れ様でございます。それでは定例の記者会見、私の方からまずご説明をさせていただきます。まず本日はまん延防止等重点措置等にと基づく協力要請を含め何点かご報告をさせていただきます。本日4月20日から5月11日まで埼玉県に対しまん延防止等重点措置が適用されることが公示をされました。措置区域であるさいたま市及び川口市の皆様はもとより、措置区域以外の埼玉県全域の皆様におかれても、通勤や通学などを除き県境をまたぐ移動や飲食店におけるカラオケ設備の利用自粛など改めてのご協力をお願いをいたします。措置区域内の飲食店など事業者の皆様におかれましては、営業時間を午前5時から午後8時まで、そして措置区域以外では午後9時までとさせていただきます。また酒類の提供については、措置区域では午前11時から午後7時まで、そしてそれ以外の地域では午後8時までとなります。県民の皆様のご負担や事業者の皆様のご苦労が重なる中、引き続きのお願いで恐縮ではありますが、今一度人の命を救うための取り組みへのご協力をお願いをし、一部地域では緊急事態宣言という話もありますが、緊急事態宣言に再度ならないような今力を皆様にお貸しをいただきたいと思います。次に飲食店等の感染防止対策支援について申し上げます。感染防止対策協力金については、営業時間の短縮要請などに応じていただいた事業者の方々へ感染防止対策協力金を支給をし、厳しい状況にある飲食店等の事業継続と感染防止対策の徹底を両立をさせることを意図しております。これに関しまして、新たに創設をされる彩の国新しい生活様式安心宣言プラスの制度の認証が、まん延防止等重点措置適用区域内における協力金支給の要件となります。この制度は感染防止対策に取り組んでいただいている飲食店を現地でその内容を確認させていただき、感染対策取り組み店として認証をさせていただくものであります。また本県独自の感染防止対策支援として、国の小規模事業者持続化補助金の事業者負担分に県独自で上乗せをして補助をさせていただきます。この補助については、先ほど申し上げたこの安心宣言飲食店プラスや、あるいは協力金の支払いに際してアクリル板の設置や換気が今回条件となりました。そこでこれらのアクリル板の設置や調達について、小規模な飲食店でもそれが行えるよう商工団体などを通じてトータルにサポートをすると同時に補助を上積みさせていただく、こういったものであります。3枚目お願いします。次に感染防止対策協力金の第9期についてご説明をさせていただきます。さいたま市川口市を新たに講じるまん延防止等重点措置区域とし、この地域とその他の地域で合わせて実施する営業時間短縮要請等に協力した事業者に対し、埼玉県感染防止対策協力金を支給するものであります。対象店舗は期間中営業時間の短縮に協力をいただいたバーやカラオケボックスを含む飲食店と喫茶店であります。まん延防止等重点措置区域は要請期間を4月20日から、本日です、4月20日から5月11日までの22日間としております。その期間中営業時間を午前5時から午後8時までに短縮をし、酒類提供時間を午前11時から午後7時までとすることが要件となります。そしてその他の地域につきましては、本日4月20日から5月19日までの30日間とさせていただきます。このその他の地域では営業時間は午前5時から午後8時、酒類は午前11時から午後8時までとすることが要件となります。なお、さいたま市と川口市は5月12日以降はこの下の
その他の地域と同じ地域の措置となることが想定をされております。今回の協力金については算定方法がこれまでと異なっています。これまでは定額でお支払いをしていましたが、今後は前年度もしくは前々年度の売上高に応じた額を協力金として支給をいたします。まん延防止等重点措置区域内の中小企業では前年度もしくは前々年度の店舗売上高が1日あたり10万円以下の場合には日額で4万円、そして10万円を超え25万円の場合は売上高に応じて4万円から10万円、25万円を超える場合には10万円の日額となります。そしてその他の地域におきましても同様に 8.3 万円以下の場合には 2.5 万、 8.3 万から25万円の場合には2万5000円から7万5000円を売上高に応じて、そして25万円超の場合は7万5000円を定額を日額として支給をいたします。なお大企業などの場合には売上高の減少額に 0.4 を乗じて算定した金額を支給いたしますが、1店舗20万円が上限となりますが、下限は設けておりません。県内の感染者数は変異株の状況の影響への懸念もあり、予断を許さない状況が続いています。一刻も早く正常な経済活動が戻るように、ここでしっかりと感染を抑え込んでいく必要があります。大切な方の命を守るためにも、関係する事業者の方々にはぜひともこの命を守るための取り組みにご協力をお願いをしたいと思います。次のパネルです。彩の国新しい生活様式安心宣言飲食店プラス、先ほど申し上げた取り組みについてもう少しご説明させてください。これはまん延防止等重点措置区域の協力店約7500の店舗に対して業種別ガイドラインの遵守状況を現地に赴いて確認をさせていただくというものであります。そしてこの取り組み状況の確認ができる場合には、彩の国新しい生活様式安心宣言飲食店プラスの認証ステッカー、このようなものをイメージしておりますが、これを交付いたします。そしてこの認証制度は最初はまん延防止等重点区域になりますが、それ以外の地域にも順次拡大をさせていただくつもりでございます。今回のまん延防止等重点措置適用区域の確認は、受付を4月21日から開始をいたします。そして現地確認は4月26日より5月9日までを想定する期間といたします。具体的なステッカー交付までの手続きについて説明します。事業者の方々にはあらかじめチェックする項目をすべてインターネット等を通じて周知をさせていただきます。チェック項目は、来店者の感染者予防、従業員の感染対策、施設設備の衛生管理の徹底、カラオケ設備の利用自粛など、今回の措置内容や業種別ガイドラインなどに基づくものになっています。このチェック項目を事業者の方でまずご確認をいただいた上で、電子申請、もしくは専用の電話窓口で予約を取っていただきます。そしてこの予約は先ほど申し上げた4月21日から開始し、4月30日までに4月26日から5月9日までの期間のいずれかの都合の良い日を予約をしていただきます。その予約をしていただいた日に現地に係が参りまして、当日感染症対策の取り組み内容について現地で確認をし、問題がなければステッカーの交付が行われます。仮に指摘をその場で受けたとしても、そこで改善がなされる場合にはステッカーを交付します。改善までに時間を要する場合には、改善していただいた時点で再度申請を行っていただくことになります。このまん延防止等重点措置適用区間ではステッカーの交付を受けていることが第9期の協力金支給の要件にもなっていますので、県内事業者におかれましては計画的な申請をお願いいたします。次に、本県独自の感染症防止対策支援であります。埼玉県はこれまでも高齢者施設を中心に、この感染症対策について攻める対策、戦術的な対策を打ってまいりました。それと並行して、
県民や事業者の皆様にもさまざまなお願いをしておりますが、今回は業種別ガイドラインの中にアクリル板等の設置が求められており、それが協力金の支給の要件にもなっています。そしてこれは事業者の負担となる場合があります。そこで国の補助制度である小規模事業者持続化補助金のうち、低感染リスク型ビジネス分、低感染ビジネスがリスク分に枠において補助対象とされている感染防止対策費の事業者負担分について、県が上乗せ補助を実施することによって、事業者の皆様の負担を軽減し、感染防止対策を推奨するものであります。この小規模事業者持続化補助金は、人と接触する機会を減少させるための業態支援などを支援をするものであり、それは例えば飲食店であればデリバリーを始める、お弁当を始める、こういったものであります。そこで補助対象とされている感染防止対策費の事業者負担分、それと合わせて先ほど申し上げた、例えばアクリル板を設置するとか、あるいは換気の設備を作る、あるいは二酸化炭素の濃度測定器をつける、こういったものについて県が補助を行います。この補助率は4分の3、補助上限額は100万円ですが、その一部には先ほど申し上げた措置の一つとしてアクリル板だとか消毒用アルコールだとか、こういった感染防止対策費を計上することが可能になっています。当事者は、当事業は感染防止対策費の事業者負担分4分の1、これを全額負担を補助をさせていただきます。県内事業者においては国の制度と合わせてこの制度を積極的に活用いただくようお願いします。次に、商工団体を通じた感染拡大防止対策の取り組み支援ですが、飲食店の感染拡大防止の観点から国からは、飲食店にアクリル板の設置や換気の徹底が強く求められています。このため、小規模な飲食店であっても徹底した感染防止対策を行えるよう、例えば商工団体が現地に赴いてアクリル板などの調達から補助金申請まで、これを支援を行ってまいります。具体的には、例えばアクリル板等の設置方法や何枚必要か、こういったことがそれぞれの飲食店に合ったアドバイスをするとともに、アクリル板を買うのはどこにがいいか、こういった斡旋なども行わさせていただきます。国の小規模事業者持続化補助金の申請では、事業者に感染防止対策だけではなく、先ほど申し上げたとおり新たなビジネス展開も求められるため、これらの具体的な小規模の事業者がこれから稼ぐための提案や経営計画づくりなども手厚く支援をします。これらの取り組みを行う商工団体には、1団体あたり100万円を上限に補助をして、小規模な飲食店などが十分な感染防止対策を講じることができるよう支援してまいります。次に、高齢者入所施設の新型コロナ感染対策、有料施設認証制度についてご説明いたします。今般、新たに高齢者入所施設の新型コロナ対策、有料施設認証制度を開始をすることといたしました。これは、県が感染防止対策を徹底して行ってきている戦術的な対象である高齢者施設を有料施設として認証し、安心安全な取り組みをしていただいたところを広く周知するものであります。そのため、有料施設は県ホームページで公表して PR とするとともに、補助事業の際に優遇をいたします。認証の主な基準は、基本的な感染防止対策が講じられていること、感染発生を想定したシミュレーションを実施していること、職員が定期的な検査を受けていることの3点であります。手続きですが、まずは施設から県に申請をしていただき、県職員が書面審査します。その後、感染管理認定看護師がオンラインで施設の実際の様子を見ながら確認し、審査をします。本日4月20日から申請を受け付けますので、積極的にご応募ください。次に、高齢者入所施設職員を対象とした PCR 検査です。埼玉県では、攻めるの合言葉のもとに、戦術的な感染防止対策に取り組んできておりますが、すでに先週補正予算の内容としてご説明させていただいたとおり、4月下旬からおおむね2週間に1回の頻度で、これらの高齢者入所施設職員を対象に
検査を実施していきます。4月は1回ですが、今後は月2回となり、5、6月2回となります。そこで施設の方にお願いします。市中での感染拡大に伴い、県内各地の高齢者施設で感染事例が増加しています。無症状の段階で施設での感染を早期に発見することで、大規模なクラスター、そして命を救うことができます。大変お忙しい中、負担をかけることにはなりますが、入所者と職員の皆様の命を守るため、継続的に検査を受けていただくようご協力をお願いをいたします。なお、検査に積極的にご協力いただいている施設については、県のホームページでお名前を紹介をしています。次に県民の皆様に再度お願いをさせていただきます。ゴールデンウィークが近づいています。帰省や旅行の計画を立っている方も多いかもしれません。しかし、変異株による感染が埼玉県でも拡大をしています。変異株が多いと言われている大阪では、変異株が猛威を振るい、急速な陽性者の増加が見られています。このままの状況が続けば、より強い措置を検討せざるを得なくなります。仮に緊急事態が再度宣言されるとしても、その中身については、昨年の第1回目の緊急事態宣言と同じような強い措置を求めることにもなりかねません。ゴールデンウィークには、日中を含め、不要不急の外出や移動、特に県境をまたぐ行楽地などとの往来は避け、人の集まる場所には行かないでください。さらなる強い措置を出さなくてもいいように、皆様のご協力をぜひお願いをいたします。それでも、どうしても帰省する必要があるなどの場合には、帰省するまでの間、その前の期間に感染リスクが高い場所へ行くことは控えていただきたい。また、高齢者と会うときには、ご自宅の中であっても、マスクを着用し、高齢者への感染が起こらないよう、万全の注意をお願いします。お願いばかりで大変心苦しいですが、長い休みの後には、陽性者数が跳ね上がります。ゴールデンウィーク期間は特に、県内にとどまっていただき、感染拡大を防ぐ取り組みにご協力をお願いします。これらのお願いについては、本日、有国川口駅東口において、私も直接県民の皆様にお呼びかけをさせていただきます。今がまさに感染拡大防止の正念場です。ご協力をお願いします。最後に、ゴールデンウィーク期間中の公園施設の運営についてお知らせします。新型コロナウイルスの変異株の感染拡大が続いていることから、県営公園への来場にあたっては、必ずマスクの着用をお願いします。また、単一の家族で食事をとることや、水分補給を除き、飲食の自粛をお願いをいたします。また、県営公園では、感染防止対策として、公園事務職員による巡回や、公園事務所のウェブ、あるいは園内の掲示などで、マスク着用などを掲示、周知をさせていただくとともに、売店での酒類の提供は禁止をさせていただきます。本日から令和3年5月19日までの各公園の運用について補足説明します。子ども動物自然公園においては、入場に事前の登録をお願いをするほか、土日祝日は予約制とさせていただきます。埼玉水族館や所沢航空発祥記念館では、同時入場できる人数を制限をさせていただきますので、ご理解願います。埼玉スタジアム2002公園のメインスタジアムでは、国の目安を基準とし、入場者数を5000人に制限するほか、感染拡大防止対策を大型映像装置に掲示します。熊谷のスポーツ文化公園でも、埼玉スタジアムと同様、入場者数は5000人にし、また感染防止対策を映像で表示します。また、バーベキューを実施したことにより、感染した例もあることから、秋ヶ瀬公園などでのバーベキューは原則休止といたします。ゴールデンウィークを楽しみにしている方も多いとは思いますが、県民の皆様にはぜひ、事業者の皆様とともに命を守る取り組みにご参加をいただきたいと思います。私からは以上であります。ありがとうございます。幹事社の日経新聞の岩崎です。では、知事の発表事項についていくつか質問させていただきます。まずですね、
今日から始まったまん延防止措置についてなんですけれども、知事はこのまん延防止措置を導入することによってどのような効果があると、期待しているでしょうか。というのもですね、大阪の場合は、まん延防止措置を導入して2週間経ちましたけれども、数字上はまだまだ感染が拡大していて厳しい、さらに厳しい状況が続いています。そのあたりを踏まえて知事はどうお考えでしょうか。はい、3月21日に緊急事態宣言を解除したときに私申し上げたと思うんですけれども、一定程度コントロールできる時期に来たと。しかしながら変異株等の不確定、あるいはその未知の要素があるので、ここについては注視しなければならない。そして残念ながらこの変異株が広がることによって、我々は現時点ではまだまん延防止等重点措置に移行する段階に実は今も数字上はない、まだそこまでは行っていないんですけれども、しかしこの変異株等を懸念してに対する懸念が強いし、実際に関西や海外でもそうですけれども N501Y が猛威を振るっている状況があるので、そこで今回は先手を打つために県民の皆様の意識を高く持っていただき、そしてご協力をお願いする措置を作るためにこの重点措置の要請をさせていただきました。大阪において、まああと比較するのは、私は大阪の状況をつぶさに知っているわけではありませんけれども、知っているわけではありませんけれども、いずれにしても埼玉県の場合には大阪ほど蔓延をしている状況ではまだないところでありますので、とにかく今の時期にしっかりと手を打つ、それから今日特に強く申し上げさせていただきましたが、ゴールデンウィーク連休等の後には残念ながら陽性者が跳ね上がったのがこれまでの経験です。そうだとすると、やはり今のうちから予防的にも皆様にご協力をいただいて、なんとか感染の拡大を防ぐ術があるのであれば、それをしっかりと行って、今後の感染爆発がもし例えば起きないような、そういったその目を積んでいきたい、これが私どもが期待していることであります。もう一点なんですけど、先ほど知事が新しく導入すると言っていました、新しい生活様式のプラスというものなんですけども、これはですね、あれなんです、簡単に言えば支給要件が今までよりも厳しくなるという認識でよろしいでしょうか。支給要件はこれまでも感染防止対策をお願いしていましたので、そこは厳しくなるのではなく、これまでお願いしていたものをしっかり確認するという趣旨であります。あとですね、このステッカーで認証されることで、なんか例えば優遇措置みたいなものはあるものなんでしょうか。これは要件の中の一つを確認するという話なので、それプラスで優遇という話にはなりません。ただ先ほど申し上げた通り、これら の, そのガイドラインに書いてあるもので、どうしてもその飲食店が追加に、厳しい中でも追加にお金を払わなければいけない、それはアクリル板であったり、あるいは先ほど申し上げた換気の工事があるかもしれません、あるいはアルコール消毒、もしくは例えば二酸化炭素の濃度の測定計、こういったものを買わなければならないという話もあるので、同時に飲食店、厳しい飲食店がやはり必要とされるでしょうから、そこで商工会議所をかませた、商工団体を失礼、かませた上で、そこにこの経営の革新やですね、業態の変更、例えばデリバリーとかをつける、こういったものをアドバイスしてもらうと同時に、アクリル板などの、そこもお金も補助します、それから中小の中でも、特に小規模の飲食店だと、なかなかそういった経験もないので、何枚アクリル板を買えばいいか分からない、そういったことも含めて、総合的にアドバイスさせていただく、これらを支援の中に加えさせていただきました。特典というか、そういったものじゃない、ご指摘のようなものじゃないかもしれませんけれども、必要なものをしっかりと、しかも総合的に支援することによって、単なる追加じゃなくて、その飲食店のさらなるビジネスの機会も、そこで、構築できるような体制を作りたいと思っています。ありがとうございます。幹事社質問もですね、まん延防止措置に絡んだものなので、続けさせていただきます。今、大河ドラマの青天を衝けが、放映されていますけれども、今ちょうどテレビでも埼玉が舞台のところで、埼玉としては本来であれば、ぜひ埼玉に来てほしいというチャンスであると思うんですけれども、今回またまん延防止措置がゴールデンウィークまで含めて適用されるということで、もろ手を挙げて来てくださいとは言えない状況にあると思います。そのあたり知事の受け止めとですね、あとせっかくのこのチャンスで、こういうコロナの中でどう生かしていくかという
お考えがあればお聞かせください。はい、埼玉県としてはこの大河ドラマの、主人公となりました渋沢栄一をこの地元出身地を抱えておりますし、関連する場所も多いので、深谷市の渋沢栄一記念館をゆかりとするスポットだとかですね、あるいはその2月16日には大河ドラマ館もうオープンをしたしました。またそれだけではなくて、渋沢栄一を、それから花輪保喜一、そして荻野吟子という県北に集中しています埼玉の山陰人を巡っていただく、こういったことをぜひ、ご案内して、そして埼玉県の良さを知ってもらおうと思ってまいりました。で、またコロナ禍で県内の観光地や飲食店も打撃を受けているので、なんとかしてこのゴールデンウィークに多くの方々に来ていただいてお金を落としていただく、これは絶好の機会というふうに思っていましたが、残念ながら現時点では残念ですけれども、こういったものを抑制して人の命を守るとともに、次の近い将来において経済を回復させていくための環境づくりをするしかないというふうに思い至ったところであります。ただいずれにしてもまん延防止等対策をですね、しっかりと徹底することはこれ当然の話でありますし、一日も早く観光客を呼び込めるようにさせていただきたいと思っています。コロナ収束後になるべく可能な限り多くの方々に埼玉県に来ていただけるよう、大河ドラマのモメンタムを生かせるように、例えば我々そのオンラインでの県内の観光の紹介もしていますので、こういったものを今は楽しんでいただいて、渋沢を含む埼玉山陰人などさまざまな埼玉県の魅力が味わえる時期が可能な限り早く来るよう努力したいと思います。ありがとうございます。知事発表事項と幹事社質問については以上です。これに関連して各社質問ありますでしょうか。それではじゃあ、その他の質問も含めて各社何かありますでしょうか。東京新聞の飯田です。はい、今回その、まん延防止等重点措置が今日から適用されたわけですけれども、以前の緊急事態宣言の終盤でも自粛疲れや感染防止疲れによってなかなかその対策を徹底してもらえるような機運がなかなか高まらなかったという経緯があったかと思います。で、まあ、実際のところ人出の増加も感染者も横ばいというような状況だったと思うんですけれども、今回まあ新たに重点措置を適用するわけですが、実効性を上げるためにはどういったものが必要だと知事はお考えでしょうか。残念ながらこれまで長い感染症との戦いが行われていて、緊急事態宣言であるなしにかかわらず、さまざまな要請を県民の皆様、事業者の皆様には行ってまいりました。残念ながら現時点では特効薬がない、ワクチンも十分なだけ打っていない中ではお願いするしかない、これが1年以上に及んで、いわゆる自粛疲れというんでしょうか、そういったものが生じることは残念ながら理解ができるところではありますが、ただそれでもやはりウイルスはいまだに猛威を振るっている、もしくは変異株等でもっと猛威を振るうかもしれない、こういった状況にありますので、お願いそのもの、自粛要請そのものはお願いをするしかありません。ただ実効性を伴うためには、例えば事業者の皆様に対してはさまざまなご苦労をいただいておりますけれども、実効性が伴えるような、そしてより安心していただけるような措置を今回プラスという制度で設けさせていただいて、事業者にもそしてご利用になられる方にも安心して活用いただけるようにお願いをさせていただきました。またこれまでの措置がより実効的で長続きするように、例えばゴールデンウィークのような一時ポーンと盛り上がると、そこがいわゆるジャンプ台のように跳ね上がることになりかねないので、そこをしっかりと抑制するということが我々としてもさせていただきたい。また先ほどの飲食店についても商工団体等を絡めることによって、より専門的なアドバイスができるようにさせていただきたいと思っています。またこれと並行してですが、
我々が徹底的にこれまで力を入れてきた最も脆弱な層である高齢者層に対する対策についてはさらに強化をしており、先ほど発表させていただいたとおり PCR 検査のより頻度を上げるとか、あるいはいわゆる有料施設を構築させていただいて、そこでより多くの施設に参加をしていただくなどのいわゆる攻めの県としてできる対策をしっかりとやる、これを同時並行で進めることによって県民の皆様のご理解と両方合わせることでより効果が出るようにしたいというふうに考えているところであります。なお効果についてということと正確かどうか分かりませんけれども、先ほど申し上げたとおり変異株への懸念があることから、我々が今のステージで打つよりももう少し前倒しで行える、そういったその判断をさせていただいたつもりでありますので、若干こう前にというんでしょうか、で実際措置に移行したというふうに考えていただいていいと思います。あともう一点、改めてなんですけれども、飲食店の方にとっては毎回毎回飲食店ばかりが要請を強いられているというような感覚を持たれていると思うんですけれども、改めてですが、その飲食店というのは感染源になるの要因として大きな幅を引き換えているので、ここを集中的に対応しているというような認識でよろしいんでしょうか。まず最初に飲食店ばかりというのは間違いだと思います。我々が最も力を入れてきて、そして協力金とは積んでませんけれどものは高齢者施設であり病院であります。これについては徹底的に行わさせていただいて、なんとか緊急事態宣言とか措置とかなしにしてもその時からずっとそのお願いをして、そして大変なご努力をいただいてまいりました。でしかも協力をもすごくいただいてまいりました。これが我々の少なくとも埼玉県としては最も力を入れてきた柱であります。でその上で人の流れはこれも一般論として県民の皆様にお願いするしかありません。そしてさらにこの措置に移行するにあたって、その上の部分として飲食店に加わっていただいたというふうにお考えをいただきたいというふうに思っています。で因果関係の方でありますけれども、私はすいません、専門家ではないので分かりませんが、少なくともマスクを外して一定期間の間近い距離で一緒にいるということ、そして同時にお酒などを飲むと長くなったり声が大きくなったり、こういったご説明を専門家から我々は受けています。それは私どもとしても納得をしているところでありますので、おそらく感染の機会として一定程度重要な役割を果たしているというふうに少なくとも埼玉県では認識をし、それを前提として対策を進めているつもりであります。ありがとうございます。読売新聞豊川です。よろしくお願いいたします。先ほど知事発表資料でナンバー10で県民の皆様へお願いというのがありまして、不要不急の外出移動が避けて県境を越えた移動自粛呼びかけということになってますが、ちょっと私の認識がちょっとずれてるかもしれないんですけども、前回の緊急事態宣言の時も含めて1都3県の間では都県をまたぐ移動宣言についてはなんていうか明確なその合意事項というか、そういうのはなかったように理解しているんですけれども、で東京は今回東京に来ないでという呼びかけもありましたけれども、どこまでその合意ができているのか、ちょっと県民もいろんな発信があると混乱すると思うんですけれども、県としてはこのナンバー10に書かれているなんていうかそれが全てというかということなんでしょうか。まず緊急事態宣言中も緊急事態宣言中というのはこの間の1月の緊急事態宣言と今回の重点措置いずれもでありますけれども、1都3県のここに関する合意はありません。不要不急の外出というのはあります。ただ都県境をあるいは県県境ですねをまたぐ移動についての合意はありません。だから以前から申し上げている通り、効果がある部分について合意ができる部分についてはやりましょうという話であり、前回も今回もありません。ちなみに埼玉県は県境を越えた移動については自粛をしていただきたいというのは、これは前回の緊急事態宣言中もその後の移行措置中も今も
全く同じでありますので、いろいろなことがあると県民が迷うのではなくて、我々一つしか言ってませんので、まあ、どこかの他の自治体の方が何かおっしゃるのは別としてですね、埼玉県においては県境を越えての自粛につ移動については自粛をお願いする、これはずっと同じでございます。はい、もう一点、産油の国のプラスの認証なんですけれど、まあ、これはまあ協力金の申請の要件になるということですが、店舗の現地確認がまあ5月9日まで、で、まあ、アクリル板とか換気 その準備だとかに時間がかかる店舗もあるということで、そういう設定だと思うんですけれども、5月9日以前はそういうの準備ができてなくて、例えば最終日の5月9日に準備ができて、その時認定されましたよということでも OK ということになるんでしょうか。もちろんこれまでも業界のガイドラインに従って、業種別ガイドラインに従って行っていただいてますので、多くのところでアクリル板等の設置がすでに行われていることは事実であります。他方これからご協力をいただいて、まあ、お買い求めいただくとか、あるいは換気の設備が必要だったのでこうしたとか、こういったお店も当然、特に工事なんかする場合にはしばらくかかることがあろうかと思っていますので、できた段階で認証をさせていただきます。ただそれはご協力をいただいたものとして判断をさせていただきます。またその場で確認ができなくても、例えば一部揃わなかったものは後でこれが揃うということで前提としてお支払い等に臨むという場合もありえますので、そこは柔軟に対応をさせていただきたいというふうに思っています。埼玉新聞の新井と申します。ちょっとコロナと離れてですね、豚熱の対応についてお伺いいたします。現在国内で非常に豚熱の発生が相次いで報告されていまして、関東では今月2日に群馬県前橋市、17日には、栃木県那須塩原市で発生が報告されていて、ですね、ワクチンがすでに接種された農場で発生しているという例も報告されています。まあ、非常に防疫措置にはですね、多くの時間と負担が必要になります。今月17日にはですね、農水大臣がワクチンを過信せずに、衛生管理に取り組むことが必要というふうにコメント、ワクチンを過信せず、はいはい、衛生管理に取り組むことが必要というふうにおっしゃっているんですけども、現在の県の対応、教えていただけますでしょうか。はい、まず埼玉県では19日の月曜日の段階で栃木県での豚熱発生を受けて、県内の養豚農家70戸82農場ですけれども、ここで情報提供を行うとともに、使用している豚に異常がないことを確認をいたしました。その上でご質問のワクチンでありますけれども、このワクチン接種はご記憶の方あるかもしれませんが、一昨年だったかなに埼玉県で豚熱が流行ったときに、その前の年に流行っていた所見では残念ながら行えなかったんですが、埼玉県が要望して、ワクチン接種に、踏み切ったというものでもあり、我々としても積極的にワクチン接種を進める必要があると認識をして、令和元年11月1日からワクチン接種を開始して、これまで延べですけれども32万頭に、これは3月末現在ですが、32万頭にワクチン接種を行うと同時に、野生のイノシシにも豚熱が感染が確認をされている、またこれ県境関係なく移動してしまいますので、そういったそのところで経口ワクチンの散布とともに野生のイノシシを捕獲して状況を調査をさせていただいているところであり、まずはしっかりとワクチンを打つということはとても大切だと思います。他方で大臣がおっしゃるように、これ新型コロナウイルス感染症もそうなんですが、ワクチンがそのまずつく期間、それからつく確率、それからついた場合に発症はさせなくても感染させるという、そういったその効果もありますので、それらを全体で総合的に判断というか、総合的に抑えていかなければなりませんので、埼玉県においては使用衛生管理基準の遵守の徹底、これを令和元年から繰り返し徹底させていただいているところであります。引き続きですね、情報収集と同時に、ワクチンの効果
を抗体検査によって行いながら農家との連携を密にしていきたいというふうに思っています。なお情報収集とそれから協力を兼ねて農場の防疫措置に栃木県から要請がありましたので、本県の家畜防疫員を今後派遣をし情報の交換にも努めてまいります。すみません、関連してなんですけど、野生生物、イノシシになるんですけれども、この監視体制というのはどのようになっているんでしょうか。はい、イノシシにつきましては先ほど申し上げたとおり、ワクチンの接種がなかなか難しいので、経口ワクチンを散布することによってイノシシがそれを食べる、そしてワクチンを、打ったと同じ状態になるということをこれまで期待して行ってまいりました。で、他方で野生のイノシシ自体の繁殖の状況もそうですし、それからイノシシにいわゆる抗体がついているかどうか、この検査をするために定期的にいわゆる猟友会等にお願いをさせていただいて、あるいは罠もあったんですよね、もう含めてですけれども、イノシシを捕獲をして、その感染の状況を定期的にこれまで確認をしてきたところであります。で、これは継続的に令和元年から続けさせていただいておりますが、ちょっと最近イノシシがそもそも少なくなってきているといったこともありまして、同じスパンで同じ頭数ではありませんけれども、継続してやってまいりましたし、今後も継続をさせていただくつもりであります。どうぞ。毎日新聞の和平です。よろしくお願いします。先週末、ワシントンのホワイトハウスで日米首脳の共同記者会見が開催され、その中でロイター通信の記者が菅総理に対し、公衆衛生の専門家が日本はコロナの影響で開催の用意ができていないと、そういう中で進めるのは無責任ではないですかと質問したそうなんですが、やっぱ世界中の人がそういう素朴な疑問を持ってるんじゃないかなと思うんですが、私はこの同じこの記者の質問を知事にしたいんですが、よろしくお願いいたします。すみません、開催をすることは無責任って、日本が開催をすること、すみません、私自身が日本 の、 総理ではないので、ご存知の通り、その、オリンピックの開催の可否を決定をするのは国際オリンピック委員会とオリンピック組織委員会と国と、それから開催地である東京都、これが話し合って決めるというルールになっています。したがってそれを除いてホスト県としての立場で あくまでも申し上げることでよろしいでしょうか。はい、そこで、したがってその総理と立場が違いますけれども、ホスト県の立場として申し上げれば、まず公衆衛生の専門家ということですが、あまたの専門家がいる中で、すべての専門家のおっしゃることをなかなかすべて聞くというのはなかなか難しいとは思いますけれども、ご指摘のとおり、素朴な疑問や、あるいはその多くの方々がどうなんだろうってお感じになっていることも私はあると思っています。で、そういう中で少なくとも埼玉県としては専門家の委員会も設けていますので、多くの専門家の方々のご意見を聞きながら、それぞれの事象をどう評価するかということをまず伺って、そしてその上で政策と合わせてこれを再び専門家の皆様にお諮りをさせていただいて、そして仮に開催が適当だとか、あるいは制限するとか、いろいろ結論が出たときに、そのために適切な方法をやはり専門家の方々に諮って行うということをやらせていただきたいと思っておりますので、専門家の疑問に直接その方には答えてないかもしれませんけれども、可能な限りさまざまな専門家の知見を尊重し、そして参考にしながら安心安全なホスト県としての役目を果たすことに万全を期したいと思っています。他いかがでしょうか。どうぞ。読売新聞豊川です。今の質問若干関連です。菅首相、訪米してバイデン大統領と初の対面での会談をしました。で、日米同盟の強化ですとか、その焦点となっていた台湾情勢 の安定化の重要性などで一致したということで、成功というんですかね、成功というような報じ方されていますけれども、
まあ、知事のお立場というか、まあ、外交官をされていらっしゃっていました。今回の訪米 の、 評価ですね、どのように見ておられるか、所感があればちょっと教えてください。はい、まず知事としての立場で申し上げると、ファイザー製のワクチンを含めて、アメリカのさらにはその治験情報ですね、こういったものも含めて、しっかりと、ワクチンの供給に結びつけていただけるような、そういうその内容を伴った訪米だというふうにも伺っており、河野大臣もそのようにおっしゃっておりますので、県側としてはこのワクチンの供給はや、あるいはその、情報の提供に対する期待というものを抱いています。また日米の首脳の関係が当然の話ですけれども、しっかりと構築をされることは、コロナの中でも、あるいはポストコロナにおいても日本の経済社会にとって私は大切なことだと思っていますので、特にポストコロナの睨んだ意味合いでも歓迎をしたいというふうに思っております。さらにはこの先ほどのオリンピックの話関連すると言ったのであえて申し上げますけれども、ホスト県としてやはりそのコロナウイルス感染症の環境が許すのであれば、やはり日本としてはしっかりと多くの国と協調しながら、そして世界に対して発信ができるようなオリンピック大会にするべきだというふうに、ホスト県としてはそれを支援したいと思っていますので、アメリカを含めた海外の国々との協調関係を今の政権がしっかりと進めていただくことは必要でありますし、それがひいてはもしかすると冬季オリンピックと比較しても日本はしっかりとしたオリンピックを行ったということになると思いますので、歓迎をさせていただきたいと思います。外交官とかちょっと外交の専門家としてのコメントは避けておきますけれども、知事としてはそう思っています。他よろしいでしょうか。じゃあ以上で終わります。どうもありがとうございました。